かかとから着している様子がお分かりいただけると思います。このようなことです。続いてはすばやく筒を戻せるようにして、40mm でこのように安定して長時間飛べていることが、続いてこちらをご覧ください。これ指先のセンサーを使って水筒を持ちます。今水筒の蓋を開けていますが、この際に足も指の力センサーの値を用いて5本の指をその力を均等に立てて回してます。こうやって蓋を置いている時も力センサーの値の変化で足もは置いたことが分かってます。